トーク山です。フミです。バカティビです。今回東京学芸大学やってきました。はい、ここでやる企画、教育学部徹底リサーチ in 東京学芸大やってきたいと思います。おー、これ新しく、はい、学部紹介の企画やっていきたいなと思ってて、ほうほう、第1弾教育学部特集で、はい、まあ、学芸に限らず、うん、まあ、例えば教育学部ってどんなこと勉強すんのっていう気になる高校生いると思うんで、うん、なるほどね、それをね紹介したいなと思ってます。はい、学部選択の、一助になるわけですね。そうですね、まあ、これが一番良かったら経済学部編とか法学部編とかね、理学部編とか増やしていこうと思ってるんで、見たいね、はい、学部の中をね見ていきたいなと思ってます。はい、わかりました。皆さんチャンネル登録、高評価、概要欄、ツイッターとインスタのも絶対お願いします。それでは調査スタート。わかって TV、 国鉄 TV 第3弾開催決定。7月31日東京の八王子で開催します。わかって TV があなたの恋愛を応援します。調査概要欄をチェック。皆さん専攻と学年は社会の3年生です。おどうですか、教育学部楽しいですか？つらいですね。時間割がパンパンとかですか？うん、そうですね、基本1限から4限ぐらいが入ってる。あ、そうか、びっしり。今3年生って教育学部の中ではどういう時期というか、うん、今年うちの大学だと教育実習あるんで、おそれに向けてなんかまあいろんな科目の勉強とか。なるほど、なるほどね。なんか教育学部といえば教育実習みたいなイメージあるわ、うん、それ3年生でみんな行く。なんかそうですね、うちの大学は3年生とか。なるほど、他は4年生が多い。あ、4年生が多い、うん、なるほどなるほど、なるほど、ね、で母校に行ってみたいな。あ、そうです。で偉そうに語るみたいな。それお前だけだよ。いや俺の高校になんか偉そうなやつ来たのよ。来たの。そうなの。抜かしとった岡山大の先輩。岡山大のなんか来たけど、え、なんか印象に残ってる教育学部の授業とかありますか？うんうん、今ちょうどやってんのが、はい、なんか農園で野菜を作るってね、関係な。関係な。生活科です。なるほどなるほど。そういうのも教えられるように先生学ぶんだ。うん、時間割とか見せてくれる人います？うん、本当だ。さっきの生活科研究っていうのがさっきの種植えの授業、はい。教育心理学とか勉強してるやん。あ、そうですね。いや、でもこの教育心理学。はい。で、この時期これは先生なるな。やめろ。で中等社会科教育法2っていうのを学んでるんですけど。へえ。教え方を学ぶみたいなことですか？あ、そうですね。あ、そんな。あ、どんなこと習ったの？問いの仕方みたいな。発問の仕方みたいな。そうそうそう、資料とかをこうどうやってその発問に持っていくかみたいな、その考えさせる系ね。そうそうそう、考えさせるときにどういう風に聞いたらいいか。へえ。そんなんさ、うん、大学の先生そもそも教えるの下手なんやからさ。いやめろ。教育学部の教授は教え方上手いです。はいはい、あ、マジ？そう。法学部とかでもブツブツ言って何聞こえてるか分かんないやつとかいるやん。法律から読んでるみたいな。マイクで、マイクで。教育がマジで教える上手い人多いですよ、ね。いい人が多いってイメージあるんですけど、教育学部。なんか男女仲いいとか。確かに、いやもういい人ね。代表格。いい人。いい人代表ね。女性の皆さん、見た目が優しいからといって本当にいい人かは分からない。やめろお前。まあいいエピソードとして、はい、あの、はい、教育学部一番マルチが少ないです。ほら、ほらマルチ、マルチ勧誘されね。マルチ勧誘がマジ少ない。マルチ受けたくないなら教育だ。どんな理由やね。専攻と学年は B 類国語専攻の2年生です。国語の先生、うん、はい、あの A 類社会3年の、あ、社会の先生、うんうん、はい、教育学部あるあるとか何かありますか？自分が取ってる教育法の授業は教育法、小学校でこういうのを教えるよって授業なんですけど、大学の教授ってよりかはもともと小学校で校長やってましたとか、うん、中学校で校長やってました、なんかそういうのをやってた方が定年退職なさってきたり、はいはい、天下りってやつですね。どうですか、校長先生の授業っていうのは。あ、なんか話長えな。その先生の実体験とかで、こういう子もいたんだよとか、卒業式でいろいろプレゼントしてくれて泣いちゃったよとかっていう先生の過去の話とかも聞けて、あ、いいやんね、そういうリアルな先生の話を聞けるという、はいはいはい、教育学部、まあ、一部かもしれへんけど、ね、まあ、そういう授業があるんだよ、いいね。他何かありますか、うん、教育学部あるある、ね、教科書の編纂に携わってる先生の授業を受けてたり、はいはい、それすごくね、はい、国語のことになっちゃうと、まあ、最近教育指導要領が大きく変わったんですよ。確かにね、はいはい、文科省の暴走でね。やめろ、暴走はしないでしょ。何年に1回必要なの？10年に1回とかね。あ、そうなんだ、あれは暴走だと思う。大丈夫か？大丈夫か？いい意味で暴れないとね。うん、はい、なんか国語だったら、はい、今まで羅生門って現代文に載ってたのが、最近は古典と一緒に入ってたりするんですよ。うん、あ、そうなの？意図とか、教科書の裏側とかを聞けたりするのが。あ、それ面白いね。まあ、面白くもあり、なんか、割とリアルな話なので。専攻と学年教えてもらっていいですか？ A 類理科専修の4年です。理科の先生。はい、次、
学校の先生デビュー。大学院に進学してから。院まで行くの？え？はい。あ、そうなの？普通に先生になるんやったら別に学部卒でええんちゃうの？あ、そうなんですけど、うん、やっぱり仕事内容が同じで、うん、まあ給料が変わるってなったら院行った方がいいのかなっていうのが一つと。院卒の方が給料高いんや。あ、はい、そうです。めっちゃ学歴主義やね。やめろ。どうでした？その授業一通り受けてみて。理科の授業の中の実験の指導だったりとか、うん、その素朴概念の形成みたいな、うん、その誤概念植え付けちゃったらまずいよねみたいな。うん、確かにね、うん、そういう嫌いな生徒に硫酸かけていいとかね。そんなことやってないですよ。アシッドアタックです。絶対ダメだそんなの。なんか今の教育問題とかも学んだりとか考えさせられたりとかするんですか？そうですね。例えば最近だとやっぱ指導士とか体罰の問題だったりとか。はいはい、指導士、指導士って師？例えば、あ、そうです。その場でなんか先生が強く言い過ぎちゃったりとか、徹底的にこう追い詰めちゃって、なるほど、自殺しちゃったみたいな。あ、そうか、それ考えさせられるんや。子供のためを思って言ってるのは多分どの先生も一緒なんですけど、ゴリゴリ体罰 OK の人やもんね。やめろ、そんなことないです。この感じやったら怖すぎるでしょうよ。裏で笑顔で、裏で笑顔でやめて。やめて、タイバスはもう大反対。そうですね、当たり前やろ。リュウさん、面白い。謝れ謝れ謝れ。すいませんでした。学校の先生そんなことしないので。専攻なんですか？教育支援課程障害スポーツコース。どんなことやられるんですか？うん、今時間外労働とか問題になってるじゃないですか。はいはいはい、うん、それをこう、うん、教員を支える形で部活動の外部支援だったりをやってます。ああ、なるほど。中学校の先生とか土日も試合でとか、はい、うん、夜遅くまでやってとか、はい、そうです、問題になってるもんね。大変よね、本当に。教育支援課程の中にも、うん、そうスポーツでこう行く学科だったり、うん、それ以外のこともあるんですけど、僕らはスポーツ、はい、はい、あ、そういうのも学べる、ね、幅広いね、教育って。幅広いね、うん、だから俺らもさ、はい、非進学校の進路、はいはい、指導が入ったら、あ、確かに先生の負担も減るし、はいはい、非進学校行きたくないわ俺。おい、呼ばれないから、ね、明石南高校 NG だし。知らんわ、偏差値分からん。偏差値低いから明石南高校。なんかどんなこと学んでるか教えてよ。なんかこう印象に残ってる授業とかないの？うん、体育っていう教科ではなくて、うん、スポーツの一種目の専門家を育てようっていう、うんうん、あ、なるほどね、はい。そういえばさ、学芸大学ってさ、うん、はい、あの栗山監督、あ、そう、学芸出身やんか、はいはいはい、栗山監督も多分スポーツを学んでてってことなんかな、はい、野球のことをやってたっていうわけではなくて、うん、あの人は教育学部だったので。あ、なるほど、そうかそうか、はい、栗山監督、はい、なんかめっちゃ教え方もなんかうまいというか、はい、そう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 、メモをたくさん取ったりだとかね、そうそうそう、言いますよね、優しいのやとね。そうだから、そういうコミュニケーションとか、その要は教育力っていうのは、うん、学芸で培われてました。なるほど、もしかしたら人とのコミュニケーションの取り方とかも学べる。学べますね、はい、あ、そう、学べる、そう言っても過言ではない。過言ではない、学んでる、むしろ。どんな授業があったの？それコミュニケーション、うん、俺も鍛えたいよ。合コンでもやっぱちょっと、うん、そっちかよお前。そう、まあまあでも全部に通ずるから、うん、コミュニケーション。まあまあ確かに大事です。どんな感じなの、うん、コミュニケーション。あ、合コンで学んでる部分が多い。お前もか。入ってくんな、中学校とかになんか部活かなんか知らんけど。学んでへんやつが。やめろお前。ほんまに。専攻は何ですか？障害学習。あ、障害学習。やばい、近いわ俺。どんなこと学ばれてるんですか？公民館とか博物館、図書館について。はあ、てかそういう声やで。でした。ボタン押したら流れてくるわ。まあね、あの博物館とかね、音声江戸時代にはって流れてくるわ。まあね、別にそれをやるわけじゃないけどね。なんか印象に残ってる面白かった授業とかありますか？今卒論書いてるんですけど。はいはい、うん、何をやられてるんですか？特撮に関する。え、シュワゴジラ。そう、ゴジラとか、はいはい、ウルトラマンとか、はい、仮面ライダーって言った特撮の。あとドンキーあのコング、なんだっけ、キングコングです。キングコング、キングコング。誰が展示や。特撮って結構大衆文化だから、こう捨てられちゃったりとか失われたりするっていうのがあって、僕はそういうミニチュアとかフィルムとか着ぐるみっていうのを博物館で展示できるようにするにはどうしたらいいかなっていう研究。ああ、すごい。教育学部広いな。ね、本当に広いです。資格だと図書館司書とかになるんですか？司書とか、はい、学芸員。あ、学芸員、学芸員。これも結構人気です。学芸員、ね。はいはいはい、はい。社会教育主事って資格もできる。ああ、あります。まあ、そんなんねや。資格コレクターや。やめろお前。で、その将来は何されるんですか？うん、将来大学で働けたらいいなと。大学の先生、生協でレジとかしないですもんね、別に。いやいや、おい、おい、バカにしてんのかお前、おい。大学の、うん、まあ、職員とか、先生の方ですか？職員の方。先生の方です、ね。あ、先生の方で。あ、すごいな。うん、だから教育学部出身で、うん、大学教育にもずっと携わるみたいな。ね、あ、そんな道もあんねや。あります。学問ってどれだけでも幅広くいけるので、うんうん、僕みたいに特撮とか、うん、映画とか作れちゃうような、広い視野があるんだよってところを子供たちとか学生さんに伝えたいなと思って。いいですね。なんか個人でもなんかやられてるんですか？山崎すがらという名前で。何やってんの？映像とか音楽とか作ったり、うん、あと、うん、チキンラーメンの CM に出させていただいたり。え？出ているんや。すすったの？すみました。へー。そうなんですよ。吐きそうなった。やばい。
ひどいっすね。最低かお前、おい。絶対カットしてるわ。好きだよね。大好き。やめてくださいよ、ほんとにね。最近ね、YouTuber がね、はい、あの、ラーメン出すの流行ってるから、俺も、やろうかな。風麺どう風麺。あ、風麺、ああ。風麺いいじゃん。いいじゃん。うん。激辛でしょ。激辛ラーメン。ワイルド味。やめろ、お前、おい。専攻は何ですか？学校心理選手。心理を学ぶ、はい。どんなこと学ぶんですか？アンケートを集計して、はい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 、自分たちで、Excel とかで、グラフ作って、はいはい、コートを書くっていうのが心理側の勉強で、はいはい、教育だと、やっぱり科目ごとの教育の方法とか、うん、授業の練習するっていう感じの分別であったりみたいな。はぁ、ね。メンタリスト第五的な、まあ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 、こととかも知りたいけどね。心理学概論みたいな形で、はい、その心理学の全体像を学ぶっていう授業も別であります。で、我々その中の教育心理ってところを学んでます。あ、はい。B 山もなんや。僕も、はい、我々も教育心理授業たくさん取ってました。いつから死後ウィーンだったの？いやいや、もう言うじゃないの。まあまあね、はい。なんかこの授業面白かったなっていう授業とかあります？記憶の実験。記憶の実験ね。この単語をまずフラッシュで覚えてください。あ、フラッシュの。出て、はいはいはい、似たようなカテゴリー、うん、似てないカテゴリーみたいな感じで、どんな風に記憶に影響するのか。面白い。みたいな実験をしたりするっていう。似てたら覚えやすいよね、みたいな。高田風味と豚みたいな。はい、おい、そのグループになってまうの？グループになってまうんですね。ふうみーさん、うん、本当に好きで、おおちょ最近モテてんだよ、こいつ。結構リアコが多くて、兄弟行った時もね、なんかプロポーズされてましたから。そうそうそう、告白とかしてくれ、大丈夫？あ、全然私いるんで。あ、いるかい。ちょっと俺も喜びをグッと抑えて平成をよくとカッコつけてたのに本の回彼氏というわけでやってきました。教育学部徹底リサーチ、東京学芸大学でやってきました。はい、うん、教育学部ね、ちょっと謎の学部やったけど、はい、結構幅広いし、はい、深く学ぶんやなっていうのが伝わりましたね。そうなんですよ。なんかその先生になるだけじゃなくて、はい、その教育学を学ぶことによって、やっぱ人とのコミュニケーションを鍛えたりとか、教育に関して総合的に学ぶのが教育学部だということですね。うん、だから志望者増えたらいいですね。はい、ですね。はい、教育学部楽しい学部なんで、皆さんぜひ候補に入れてみてください。チャンネル登録と高評価、概要欄からツイッターとインスタも絶対お願いします。じゃあ今日この辺で。バイ。バイ。